だいぶ空襲は第二次世界大戦中の1945年7月17日の0時10分頃から1時40分頃にかけてアメリカ軍により行われた大分県大分市に対する空襲である。米軍機による照明弾の投下が7月16日夜半から行われていたことから空襲の日付は7月16日とされることも多い。大分市は 海軍の大分航空基地及び第12海軍航空省が所在したことから1945年3月18日以降幾度となく空襲の標的となったこのうち主要なものは以下の通りである1945年3月18日の初空襲から終戦までの間に大分市への空襲は22回に及び計四十九発の投下爆弾や 約9500発の焼夷弾によって、大分市の中心市街地は壊滅的被害を受けた。また、人的被害は死者177人、負傷者270人に上った。1945年7月16日は午前中に空襲警報が出されたが、この警報はまもなく解除されている。その後、午後9時過ぎに警戒警報が発令された。 第21爆撃軍団の報告書によると、先導機として先行した10機の B-29 が17日0時12分から爆撃を開始し、それに続く本体の117機の B-29 が0時22分から1時32分にかけての約1時間10分の間に M47A 2正位弾22,922 22発を大分市街地中心部に投下した。 大分市中心部では、すでに大ぶ駅前から本町、堀川町までの約1500戸が取り壊されるなど、建物疎開が進んでいたため、被害は比較的抑えられたともされるが、それでも、この空襲による、全焼家屋は2358戸、半焼家屋は130戸に及び、1730人が焼け出された。また、死者49人、 負傷者122人の多数の人的被害が出た。すでに数度の空襲によって被災していた大分市の中心市街地は、この空襲によってほぼ壊滅し、大分駅から海が見えたと伝えられる。この空襲により被災した町域及び主要施設は以下の通りである。竹町、本町、京町、西区町、大区町、室町、茶屋町、 呂町、堀川町、寺町、西新町、北新町、梶治屋町、宮上町、仙道町、笠川町、上高屋町、下高屋町、今在家町、長、高寺町、大北町、中上市町、成城市町、清田田寺町、下柳町、上柳町、中柳町、桜町、西高寺町、白銀町,町、主町、長浜町、王寺町、 西町、中島町、ありがとうございます。